止まれ侵入者。グレネードだ。危ない。もう一度だ。バトルドロイドか。これは上物だ。レッドラムレイダーのために。またやられちまった。俺が知ってる分離主義者とは違うようだ。ベッドラムレイダー、グリーズは何に巻き込まれたんだ。すごいな、グリーズは住むのにいい場所を選んだな。どれだけおしゃべりなのか忘れてたよ。やったな、これで少しは楽になる。あのドロイドには新しいマスターができたと言っていいと思う。何か浮いているぞ。
爆発するのか。気をつけよう。船が動かないのか。俺たちと同じだな。お前も頑張れよ。私は人殺しに過ぎない。ほら、相棒。あの生き物はここに獲物を引きずって。
ここを出る道を探そう。グリーズはどんな顔するだろうな。ここにリフトはない。この古いダムはあまり頑丈じゃなさそうだ。種か。植える場所があればいいが。無数のブラスターの痕跡が残ってる。何があったんだ。いつからここにあったんだ。仕事するか？
ベイデも見た目も問題なし。ああ無事だといいが。誰だ。大丈夫、俺たちは仲間だ。何があった。レイダーに攻撃された。俺は逃げた。仲間の居場所は分からない。レイダーはここで何を。いつも通りこの星で生き抜こうとしてる我々一般人から金品を強奪するんだ。奴らは古い鉱山を嗅ぎ回っている。ローラーマインが奴らを吹っ飛ばしてくれたらいいんだが。ああそうなるといいな。ここは危険すぎる。逃げた方がいい。ああ道が安全だと分かったらな。ここからリフトを動かすのは無理だな。聞こえたか。逃がす。殺せ。連絡しろ。また一人倒した。そうしてくれ。ジェダイ。ともない。お前、俺は不法侵入だな。おい、撃て。コマンドドロイドか。まさかまだ起動してたとは。
ジェダイが巣に迷い込んだか。それはハックできないな。またパイロライトだ。なら開けられる。何を見つけたんだ？押したいのか？すごい威力だな。OK、このタールから出る方法を探そう。別の道を探さないと。このタールは越えないと。あのダムを使えないかな、ビディ。ダムを爆破すればタールの水面を上げられる。これでうまくいくはずだ。よし行こう。もう少しだ。なんだか気持ち悪いな。
を撃つ。頼めるか。確認してみよう。ボグリングだ。ボガーノからまた遠くまで来たな。できると思うか、ビディ。出発するぞ。ここは綺麗だな。グリーズはここら辺にいる。ああ、すごい。いい景色だろ。不時着したのか。なあ、いろいろ問題があって。ベッドラムレイダーはすぐに攻撃された。タフだな。ここで何してる？グリーズ・ドリタスを探してる。知ってる。グリーズだろ。街で厩舎やってるモージーだ。カルニ、BD-1 だ。かわいいドロイドだな。敵じゃなくてよかった。だな。よし、ここからは安全だ。何も起こらないだろう。気をつけてな。あ、それとドーマデンドラに挨拶しとけ。彼女よそ者が嫌いでね。なあ、わかった。ありがとう、モジ。じゃあな。そんなに早く戻るとはね。厩舎を訪ねてみようと思ってね。今はちょっとブルータスの世話をしてて手が離せないんで。こいつはネッコーっていう生物なんだ。厩舎は町の向こう側だ。
蔵をつけたい獣がいるなら寄ってきな。親切にどうも、マジ。よこせるか、アイボ。じゃあ三郷から来ただと？よくまだ生きてるな。あまり長生きはできないぞ。特にギャングの島に近づくとな。思っていた歓迎とは違ったな。一杯やってくか。バイルーンなら文句がちょうどいいのを作るぞ。ありがとう。ここで止まろう。他の部品を試してみるか。それでいい。ねえ、提案があるんだけど。なあ、ちょっと頼みがあるんだが、いいか？まあな、聞かせてくれ。何人かがこの先の鉱山に踏み込んで、それ以来誰も連絡が取れないんだ。そうなんだ、ドロイド君。悲劇の可能性があるな。工房のほとんどはそうだ。担当者はパイロライトを探してる。鉱山にはわんさかあるらしい。だがもちろん遭難者を助けるのが最重要だ。見てみるよ。そう来なくちゃ。鉱山はすぐ下に行った先だ。行ったらわかる。着いたぞ。またグリーズに会えるのは嬉しいよ。久しぶりだ。シアとメリンの行方を知ってるかもな。シアは過去に囚われ、メリンはさまよっていた。昔な。
やめて騙せるとでも思ったか。待って、これはただの誤解だよ。おい話せ。それはできない。見ろ、こいつは我々に貴重な異物を売ったのだ。ずっと探していた鍵だ。だがこれは偽物だ。このようなミスは看過できないのだ。ベッドラムレイダーを裏切ったらどうなるか今から教えてやる。殺せ。やめて、やめて。やめろ猿。ジェダイか。ジェダイが壊滅した理由をこいつに教えてやれ。無駄だ、上で捕まえつ。運のいいネズミめ。無駄だ。面白い技だな。よし行くぞ。またやるなら相手をする。まさかジェダイの類が活躍するのを今も見られるとは思わなかった。高貴なるジェダイよ、手出ししなければ黙って帰ってやる。また会おう。この人だよ、ベトナムレイダーに立ち向かったヒーローだ。はいはい、わかったよターグル。ターグル、こっちに来な。ドーマか。ああそうだ、ジェダイさんでいいの。カルニBD1 だ。まあできれば黙っててくれ。勉強できるにはみんなで団結するしかないんだ。そうださっきあんたは一言に手を貸してくれた。その通り。ターグル黙れ。じゃあ秘密は守るよカール。それがお互いのためさ。それじゃ。みんな行こうよパイロンサロン。さあお客さん、何にします。いやいい。それは残念だ。知らないか、腕が4本、口が
頭もでかい。あ、大丈夫ですよ、敵じゃない。だからね、ベッドルームレイダーでこの街はめちゃめちゃになる。望みはもうない。ゼロ、おしまい、皆無だ。元気か、BD？ あ、BD？ はカル、ガルケスです。この野郎、久しぶりだな。ああ、カル、会いたかったぞ。いや、顔を見せろよ。ひどい面だ。会えて嬉しいよ、グリズ。おい、ちゃんと面倒見てるのか。マンティスは無事だな。その、仕事で問題があって。どんな問題だ。帝国軍さ。ああ、そうだろうな。最近は工房の周りもうろついてる。ジャイロが焼き切れた。修理を手伝ってくれ。もちろん、何でも言え。さあ、座れよ。おい、モンク、友人に何か特別な飲み物を頼む。パキですぜ、ソルティモンクをただいま。パイルーンサルンへようこそ。ゼルトロスを代表する最高の店だ。ああ、とてもいいところだな。一丁上がり。モンクと俺が前のオーナーから受け継いだ。彼はそのベッドラムレイダーが心地よい棺桶に入れてくれたのです。挨拶はした。大丈夫だったか。まあ、もちろんだ。俺は何もいいもんは持ってねえよ。なあ、マンティスはどうした。ああ、コルサントでソーゲレラの情報を集めた。それから状況は悪化した。もう限界だ。帝国は止められない。みんなが別れてからうまくいかなくて。ああ、楽しい時間を過ごしたよな。俺とお前、宇宙魔女にシェア。彼女と話してるか。メリンは探検してる。新しい星に新しい友人。ああ、シアの方だよ。いや、合ってない。なぜだ。そうか、この店はシアのクレジットで開店できたんだが、新しいプロジェクトで忙しいのさ。おい、カル、マンティスを修理する前に少し休めよ。銀河を少し待たせても大丈夫だ。いや、修理を終えてすぐに立たないと。まあそうだ、地下にお前専用の部屋を用意してあるんだ。見てってくれよ。ああ、ありがとう。うん、このステージはボロボロだな。キッチンだ。地下にはここから行ける。おお、グリーズはいつもすごいな。古い解体屋時代の服だ。なんでグリーズはこれをまだ持ってるんだ。ああ、ちょっと気持ち悪いな。じゃあ行くぞ。
寝言は治らないんだな。変わらないこともあるさ。変なやつ。毛玉。あ、ありがとうな。当然、そのためにお前の持ち物を保管してるんだぞ。いつかお前が来たら休めるようにね。一箇所に長くとどまると危険だ。予備のジャイロがあると言ってたな。マンティスの修理はいつでもできる。まずお前のことを話そう。大丈夫、早く移動しないと。それからソーゲレラと問題を探すのか。ああ、そうさ、誰かがやらないと。そうか、俺たちがバラバラになった時も同じことを言ったな。だから俺、なあ、やめたことは恨んでない。でも俺は諦めない。俺は戦う。それで何が変わった、カル。もっと別の道があればいいが、仲間を次々に亡くしてる。お前も帝国が日に日に強大になっていると言っただろう。ライトセーバー使い以外の可能性を考えるんだ。自分を顧みて落ち着いて家を探せ。家だと？グリーズ、家なんてない。オーダー、マスター、友達、全て失った。俺がここで諦めたら犠牲が無駄になる。お前が苦労したのは知ってる。だが後悔したくないなら人の忠告は聞くもんだ。イカサマゲームはやめ時が肝心だ。じゃなきゃ自分の一番大切なものを失ってしまうんだぞ。分かった。見せたいものがある。密輸業者のトンネルだ。店に最初からあった。覗いてみろ。予備のパーツを溜め込んである。マンティスを完全に修理するのに必要なものがあるはずだ。ああ、感謝するよ。カル、一ついいか。会えて本当に良かったよ。ああ、俺もだ。グリーズ、本当にありがとな。おい、その足元には注意しろ。害虫駆除はまだ呼んでないんだ。密輸用トンネルか。相変わらずグリーズらしいな。う、ああ、ボグリングか。グリーズはこいつらが。道は塞がれてる。壁を通り抜けられるか、ビディ。はいはい、できるかもな。じゃあ後で戻ってこよう。大丈夫だ。
をつけろよ。このトンネルはもう使われていないようだ。ずいぶん使われてないな。またガラクタか。他人のガラクタを持ってくるのはグリーズに任せとけ。閉じられてる。これか。グリーズのところに戻るか。いや、調べてみるか。